この王座を奪取し、この試合が早7度目の防衛戦、初のサウスポーの挑戦者を迎え撃つ WBC 世界バンタム級チャンピオン、長谷川オズミ。7度目の防衛戦で初めて迎えるサウスポー、2戦連続ナックアウト防衛になるか、チャンピオンの長谷川オズミ。青コーナー挑戦者、24戦21勝2敗1引き分け、21勝のうち15勝がノックアウト、公式計量は117パウンド2分の1、メキシコ出身、 WBC 世界バンタム級第2位、アレハンドロバルデー。 WBC 世界バンタム級のチャンピオンベルトを15年ぶりにメキシコに取り戻せるか、世界初挑戦アレハンドロバルデス。このタイトルマッチは12回戦、世界ボクシング評議会 WBC はジャッジによる採点を4ラウンドごとに公開します。3人のジャッジはアメリカデュアンフォード、フィリピンのブルース・マクタビッシュ、アメリカのヒューバート・ミン、レフェリーはカナダのマイク・グリフィンです。主な WBC ルールです。フリーノックダウンルールです。偶然のバッティングによる負傷で試合続行不可能になった場合、5ラウンドの開始ゴングまではドローで王者防衛、それ以降は採点による判定となります。公開採点制度、使用するグローブは日本製です。放送席は元世界チャンピオンのお二人、ファイティング原田さんと飯田聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンピオン長谷川がサウスポーを相手に戦うのはキャリア27戦で4年ぶり2回目、防衛戦では初めてです。かつては負けるならばサウスポーと苦手意識を口にしていました。そのサウスポーを迎えての7度目の防衛戦です。前半戦は右の差し合い、主導権を握るための神経戦になりそうだと話していた長谷川。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチの第1ラウンドのゴングが鳴りました。黒いトランクスがチャンピオンの長谷川、いきなり左を伸ばしていきました。挑戦者バンタム級2位のアレハンドロ・バルデス、メキシコです。チャンピオンの長谷川は24勝 8KO 2敗です。7年間無敗を貫いています。一方挑戦者、身長が 173.6 センチあります。リーチはなんと 178.2 センチ。大きくチャンピオン、おっといきなり右振っていきました。クリーンヒットはありませんが右手が交錯しました。バルデスは21勝 15KO 2敗1つの引き分け、こちらは4年間負けがありません。さあファイティング原田さん、はい、この試合長谷川が初めて防衛戦でサウスポーを迎えるわけですが、どういう展開が予想されますか。そうですね、やりにくいと思いますよね、サウスポーはどうしたね、でも非常にですねバルデスがですね足も速いしスピードもあるんですよね。そうですね、その時ですね非常に長谷川君にですねカウンターを打ちやすいんでね、非常にやっぱした西君がね合わせやすい、あれ当たるといいんですけどね、はい、だから僕は長谷川君がですねボディを攻めて足を飛ばした方がいいんですよ、逆にね、はい、飯田さん、はい、長谷川はこの試合は右のリードジャブ、これお互いポイントになると言っていましたが、立ち上がりどうでしょうか。まだアートミの服左ロープに沿った左になってる距離を取ってるところで、こういう、こう接近したところだとそういう、まあ、サウスポー同士だとか、そういう右のリードがどうのこうのっていうことが関係なくなるので、できれば接近戦近い距離で戦いたいですね。長谷川はそうですね。一方の挑戦者のバルデスの方はそのリーチさんを生かしましてちょっと遠目で試合をしたいところでしょう。しかしなかなか飯田さん、メキシカンハートといいますか、左ヒットリーロッククリーンヒット、いいですね。バルデスが長いこのジャブを使っているんですけども、1ラウンドから当たっていきますね。チャンピオンいいタイミングで当て始めましたね。もう原田さん、これは挑戦者のパンチをややタイミング見切っているチャンピオン、そう思っていいですか。そうですね、あれですね、ジャブはいいと思いますね、ストールがありますからね。だから今のですね、長谷川君のですね、はい、右やっぱ右服でいいですからね、左右と当たりますね。いい右が入ってる。今までの長谷川はちょっとスロースターターということがあったんですが、前回のファッション戦では2ラウンド TKO 防衛、この試合も飯田さん非常にスタートからいいですね、はい、ですね。バルデスもアウトボクシングするかと思ったら結構来ますね、来ますね、前に出てきますね。さすがはメキシコのチャレンジャーという感じがします。逆にこうやって入ってくれれば長谷川の、カウンターですね。右の左のショートが火を来ます。さあ右だ、これですね、左のアッパー、左のアッパーもクリーンヒット。こうなれば前にも見たようなカウンター、綺麗なカウンター決まる可能性もありますね。第1ラウンドは激しい打ち合い、残り10秒を切りました。右は大きく空振りました。今のは遠いですね、はい、左から右チャンピオン、アッパーから左ドッグ。第1ラウンド激しい打ち合いになりました。
WBC 勝負2敗1引き分け21勝のうち第1ラウンドからチャンピオンのいいパンチが入りました。ファイティング原田さん、はい、第1ラウンドから長谷川チャンピオンの方はもうよく見えてるようですね。そうですね、1回目からですね、はい、長谷川君の攻撃ですね。そうですね、ラウンド飯田さん、はい、これはちょっと KO の匂いもしてきたという感じがします。そうですね、まあ、まだまだですけどね、距離をつかみきれてはまだないですね。あ、そうですか、はい、さあ第2ラウンドが入りました。7度目の防衛を迎えました日本のエース、日本人のバンタム級王座連続防衛記録を更新中、今日が7度目の防衛戦です、チャンピオンの長谷川。まあ、類なるまでのスピード、そしてタイミング抜群のカウンター、バット右、いいですね、この距離なら当たりますね。当たりますね、入ってきてくれれば当たりますよね。一方の挑戦者はメキシコの2位アレハンドロ・バルデス24歳、メキシコのホープ、細身なんですが21勝のうち15が KO と一発のパンチも秘めています。身長で6センチ、リーチで9センチ差があります。上回る、長谷川上回る恵まれた体格です。離れて戦いたい、離れるとペースが取れるバルです。一方の近づいてそのリーチを殺していきたいのがチャンピオンの長谷川です。鈴木さん、はい、そのチャンピオン陣営ですが、山下会長ですね、ちょっと立ち上がり硬いなというふうに話していますね。硬い、もっと軽く軽く、そしてワンツーからアッパーを打っていくという指示ですね。おー、なるほど。そして相手の右のジャブに関してですけれども、そんなに、速くないと長谷川本人が話していました。そうですか、その辺り大丈夫ということですね。はい、原田さん、はい、と立ち上がりが硬いという山下会長の見方が伝わりました。僕は風が出てますね。はい、鈴木さん、そんなでもないと思いますからね。はい、中田さん、一方挑戦者のバルデスサイドなんですが、インターバルの時も落ち着いた表情。アッパー、左のアッパー、ナイスナイス、誰かの右、クを切った、左今来ましたよ、チャンピオン、左のアッパーが入りました。バルデスグラッとしましたね。さあ距離を取って、そして鈴木さん、モンティエルトレーナーなんですが、この距離感がいると、この距離感を保つんだという指示を出しています。はい、飯田さん、長谷川チャンピオンの第1ラウンドをご覧になって、その山下会長の硬いという表現、どういうふうに捉えますか。やはりこの長いジャブですよ。アートボディー、左ボディーいいですね。はい、しかし挑戦者のバルデスの方も平気な顔をしています。アート右、今回は右の練習を多く積んできました。まあ、今までは右構えの選手と対戦することが多かった長谷川です。バーディさんのストレート、ストレート、ダリー、ダリー、ボンダリウッドがありました。バルデス左のストレートが炸裂したチャンピオンの長谷川、第2ラウンド、前回の防衛戦も第2ラウンドの KO 防衛でした。2戦連続2ラウンドの KO 防衛なるか、チャンピオンの長谷川、チャンスですね。さあ残り40秒、さあチャンスだ、ね、かわしに行く、左右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 、前に出る、チャンピオン連打、チャンピオン連打、さあ下に行っているチャンピオン、このぐらいですからね、左右、左右、逆を切った、くっついて接近戦ですね。あー、くなってきた、くなってきた、ナイス、さあ連打、連打、あー終わりですね。長谷川穂積み2試合連続テクニカルナックアウト防衛、同じく全く顔に傷をつけないでこの防衛戦を終えました。なんという強さか長谷川、見事第2ラウンドレフェリーストップ、これで7度の防衛戦で4回目の KO 防衛ということになりました。メキシコからやってきたバルデスなんですが、ほとんど何もできずにこの防衛戦を終えることになりました。いやー、最近原さん、なんという強さでしょう。素晴らしいですね、感動しますね、この制約の試合っていうのはね、非常に。でも1回目からですね、僕はもっとバルデスが足を使ってくると思ったんですけど、非常にやっぱりチャンピオンがですね、僕のコンビニターの怖さがね、出なきゃ良かったですね、君ね。2ラウンド2分41秒、あ、奥さんの安子さんです。そして長女のほのちゃんとひろとくん、この先週末にはひろとくんの運動会がありまして、神戸に1回とんぼ返りして戻ってくるという、そういった子煩悩ぶりを見せました。今日もほとんど汗をかかずに2ラウンド2分41秒、見事に1試合連続の2ラウンドテクニカルナックアウト防衛です。10月16日、飯田さん、なんと形容していいんでしょうかね、この強さをね。もうこれはもうスピードなんですよね、距離がどうのこうので、やっぱりその入ってきた時は長谷川チャンピオンの距離だって言ってたんですよ。本当にその入ってきたところを逃さず、自分の
まあ、活かせるところをしっかりと詰めて連打で仕留めたという感じですね。そうですかね。あの飯田さん、この長谷川チャンピオンは今までの課題としてなかなか自分からペースを握るというのは待つボクシングが多かった、はいはい、でも目標であるアメリカに行くためには自分から行かなければいけないと、はい、まさにそれができつつありますよ、ね、そうですね。本当にまあ、相手も、まあ、本当にやりづらい選手だったんですけども、本当にわずかなチャンスをものにしたという感じですね、はい、24歳と若い挑戦者のバルデスなんですが、北米バンタム級タイトルで元世界チャンピオンや世界挑戦者、こういった選手たちとかなりのキャリアを積んできているいいボクサーなんですよね、はい、やはりこの第1ラウンドですね、はい、僕は硬くなったと言ってましたけど、そうでもないと思いますよ。そうですか、はい、こう見るとね、そんな感じがしますよね。パンチが良かったと思いますね、そして試合が終われば敵味方もありません。見事なこの連打、上空のカメラからご覧いただいています。飯田さん、このハンドスピード、パンチの回転の速さですね、はい、左のアッパーから左右の連打、最後は左のストレートショートでした。やっぱり当たってからの、ね、連打というかそのコンビネーション、ね、畳みかけが素晴らしいですよ、ね、これはね、こちらも最後は連打から、そしてレフェリーがストップをかけました。まさに本物のボクシングがここにありました。ザ・リアルです。長谷川穂積7度目の防衛戦を見事2ラウンドテクニカルナックアウトで飾りました。ヒロト君が今入っていきました。週末にはお父さんがわざわざ神戸に戻って運動会、まあ、このヒロト君の頑張りにお父さんは勇気をもらったと、そういう風なコメントをこの長谷川が残しています。今日はボクシングを手ほどしてくれたお父さんの大二郎さん、お母さんの由美子さんもこのリングサイドに来ています。こちらがお父さんの大二郎さん、そして向こう側で立ってらっしゃる方がお母さんの由美子さんです。WBC のホセ・スライマン会長からも珍しいですね、リングの下から祝福の言葉がかけられたようです。WBC の日本部ですしね。そうですね、歴史の本部ですね。素晴らしいですよ ね、 ですね。ボクシング殿堂入りをしているボクサーはファイティング原田さんが一人なんですが、それに匹敵するようなということもホセスライマン会長は言っていました。バンタムっていうのは強いですよ ね、 ですね、すごいですよ、はい、さあそれではすごいやっぱりチャンピオンですね。長谷川選手の喜びの声、おそらく息は切れてないと思いますが聞いてみたいと思います。皆さんお待たせいたしました。見事に2試合連続 KO 防衛、長谷川穂積選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。実際息は切れてますか？いや大丈夫です、切れてないです。そして綺麗な顔でのナックアウトということになりました。そうですね、まあ綺麗な顔で終わるんが今回目標だったんで、綺麗な顔で終われてよかったです。はい、アレハンドロ・バルデス選手、まあ、世界戦では初めてのサウスポーということだったんですが、どうだったんでしょう？そうですね、やっぱし1ラウンドやってサウスポーやりにくって思いながらやってたんですけど、まあでも少しずつこう慣れてきたっていうか、まあリズムを掴んできて、でまあいいところでパンチが当たったんでよかったです。連続 KO 防衛、この点はどうでしょうか？まあ別に KO を今回ありがとう KO を狙ってなかったので、まあその点では良かったです、はい、先ほど長男のひろと君と長女のほのちゃんもリングで抱っこできました。いや KO 勝ちしたら長女もあげるって決めてたので、だからまあ KO 勝ちできて良かったです。これは初めてでしたっけ？長女初めてです、はいはい、前から上がりたい上がりたい言ってたんですけど、はい、これでもう連続防衛ということになりました。7度目の防衛、この点いかがでしょうか？まあ1回1回一生懸命防衛を重ねよう思ってきてるんで、まあ、それが結果たった7回になっただけで、まあ、目標はこれじゃないんで、はい、まあ、7回っていうのは自信を持てます。目標はこれじゃない、今後の目標を聞かせてください。そうですね、まあ、次やっぱり1位と決まってるんで、その1位の選手にしっかり勝って、まあ、その向こうで海外で試合ができたらいいなと思います。はい、すっかり日本のエースという、まあ、日本を背負っている状況になったかと思うんですが、その点いかがでしょう？
や、それはもう別に自分は自分で、はい、やってるんで全然そんなことはもう気にせず、はい、やってます。そして弟分の青尾隆弘選手、段を取りながら残念ながら世界ダッシュはなりませんでした。どうご覧になりましたか？そうですね、まあ、アップしながらももう高平の試合の方が気になってアップどころじゃなかったんですけど、でもすごいいい試合して、すごい試合前に勇気をもらって、本当に高平のおかげもあると思います。こういう風な勝ち方ができたのは。非常に強いチャンピオンラリオスに対して前線でしたからね。いや本当に勇気をもらったし、まだまだ高平は今から伸びると思うし、必ず世界チャンピオンになると思うので、これからも皆さん応援よろしくお願いします。さあ今温かい拍手をしてくださっている皆さん、そして日本中のファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、皆さんの応援のおかげですごい自分も気持ちよく試合ができましたし、まあ、こういうふうに試合に見に来てくれる方が、テレビで見てくれる方がおられるんで、まあ、一生懸命練習して頑張る気持ちになるんで、これからもまあ、いい試合ができるように自分はもう努力するので、自分も青もそうですけど、ボクサーみんな応援してください。よろしくお願いします。見事 KO 防衛でした。チャンピオン長谷川穂積選手でした。ありがとうございました。7度目の防衛戦も2ラウンド2分41秒テクニカルナックアウトで決めました。あ、今こちらの側にですね、ご家族がいらっしゃるということです。軽く声をかけました。